ガチャで爆死してゾディア・ライアが倒せないコナンです。来ましたね、 T ライン出演率超アップということで、大好きな玉田マタロウ T ラインがね来ましたよ。ここはねちょっと勝負に出るしかないかなと思います。結構ねこのタイミング勝負に出る人多いかと思います。しかもこの週末ね、いい感じにですね、この期間がね土曜日から来週の火曜日までということで、ちょっといつもより長めに撮ってあります。だから週末回して出してくれよというね、運営のメッセージかなと思います。ちょっと確率確認していきましょうか。まあ超アップなんで、まあいつものね 1.2%、 そしてその他のキャラは確率がね元に戻りました。 0.8、0.5、 ほぼほぼ出ねえ、本当か。さあそれではですね、もう早速ねガチャ回していきます。10連回していきます。当たり前じゃないですか、行くぜ、頼むぜ。ここはねちょっと神引き来てほしい。もう今ねこの T ダインがないとですね立ち行かない状況に陥っています。さあこれ空を感じるでみせ。しかし赤から来るパターンもあるか、頼むぜ。今回ですね、だから攻略方法としては2つのパターンがあるんですよ。 T ダインを取ってねゾディア標的をね倒しに行くか、もしくはお宝をですね全て解放してですね特攻キャラね、まあ、ウォッチを作って、まあ、ウォッチ自体はねおそらく横取りでね全てお宝解放すればね、まあ、自然とできるかなと思うんですけども、そして最後のお宝でですねティーダスの少年、こちらをゲットして、だから時計とティーダスを合わせればまあなんとかね、まあ、結構厳しいとは思うんだけどゾディア・ライア倒せると思うんですよ。だからそのパターンで行くか、まあ、ティーダスなしで行くならね、もしくはティーダストリーノで行くか、そのウォッチとかねお宝はまあ後に置いておいて先にゾディア取り行くか、まあどちらかのねパターンかと思います。行くぜ、4500で僕はですね、やべえ、ちょっとこの超アップいつもは神引きで行くのに今回はちょっと恐ろしいことになりそうだ。だから僕はね、だから横取り特攻も持っていないし、Tラインもね持ってないんですよ、まあ、もちろん T ダスも持ってないんだけど、だから今もう立ち行かない、横取りもいけないし、ゾディアライアもね倒せないしっていう状況になってます。だからどっちかだよね、横取り特攻をゲットするか、もしくは T ラインゲットするか、それをね今回のこのガチャからね狙っていきたいなと思ってます。だから横取りもさ、さすがにですね、いくら横取り得意とかね長年やってきたといえども横取り特攻なしはね難しい、まあ、いけないことはないと思うんだけど時間がかかったりね、その横取りチケットの枚数がね課金で結構かかったりしちゃうわけなんですよ。横取り特攻がまあ仮にね1体でもあればね、さあ頼むぜ、4500、早いよねこれ、貯めるって言ったらむちゃむちゃ大変なんですよ。今日もね結構プニってたんだけど、獲得ワイポイントアップのさ、よし来た、ゾディアライアがないとね一戦でね20ワイポイントとかしか稼げないわけですよ。だからもういくらやっても全然たまんない、4500なんてねもう1日かかってたまるかたまんないか、そういうレベルです。だから10連回すのはすぐなんだけどやばいよね、もうこれ取り返せないよね。まあゾディアライアがあれば獲得ワイポイントアップでねワンチャン取り戻したりできるんだけど、だからどっちかだよ、横取り特攻のねモモンガーか、まあ最悪ドルルーでもいけるかな。まあでも横取り特攻効果大はでかい、中と大はね相当違います。なのでモモンガーかドルルー、もしくは両方、もしくは T ライン、どちらかが欲しい。来た、マジか、赤から、おう、モモンガー来た。これはまた微妙だね、横取り特攻台来たってことは横取りルートも
なんかちょっと出たんですよ。横取りルートから行く手もある。マジか。だからどこまで行くかだよね。 T ラインに求めるのか。でも 0.5 が来るんだからさ、これさ T ライン来るんじゃないの。しかも赤から来たよこれ。まだ金カップ残ってるしね。 T ラインちょっと追っていきたいなと思います。でもこれで横取り特攻台来たんで、横取りルートちょっとワンチャン開けました。週末ね、もちろん行きますよ。今ですね、なんとかスキルの秘伝書まで横取りじゃなくてね、自力で集めてきました。なので横取り仕掛けるね、今ねとあの T ラインのさ鷹の爪唐辛子ね今集めてます。だからそれでワンチャンある。しかし T ラインも欲しいね。ここまで来たらさ、今超アップだし、ダブルゼータなんで、まあ今後もいろいろ使えるかなと思います。そしてスコアアタックのね特殊能力もある。うっマジか、冷めった。だからそっちもあるんで、なんかワンチャンあるよね。しかしさ、おいちょっと待てよ、追加キャラあるよね、歪覚醒獅子王。だから追加キャラまだちょっと微妙なんだよな。追加キャラ来た時にもう一緒にさ T ラインも狙っていくっていう手もないことはないよね。おいしょっす、おしきた、このまま引いちゃいたい。金は2つ、ドルルーも欲しいね。やっぱ横取りルートでもし行くのであれば、モモンガーとドルルー引き連れて行きたいところ。最近ガチャ微妙なんだよね。もうさチップとかさ集め終わってってるところにプーが来て、プーを横取り特攻と間違えて、もう秘伝書全然ないんだけどかき集めて全部入れてしまったっていうね。だからまあ秘伝書集めから今やんないといけないっていうね、非常に厳しい状況になってます。だからそこを打破するためにはやはり T ラインが欲しい。玉田マタロも玉田マタロっていうだけでねもう刺さってんですよ。欲しい、やばいよね。来た、マジで来たぞこれ。うっとアイコンかい、のずちかかい。しかもまあ嬉しいけどね、アイコン変えるわ、のずちかアイコンに変えるわ。っていうかのずちかアイコンのやつ見たことねえんだけど、いきます。流れは来てるよ、この感じからいって。さあ流れはもう完全に来てる。 T ラインでいつ出てもおかしくない。よいしょ、マジか、リアクションリアクション、おマジか。ここで技レベル上がるか、まあ嬉しいけどね、どっちみち秘伝書入れるんで、その秘伝書を入れる手間がね省けました。しかしここで 0.5 が2回来るか、これねどうする。追加待った方が行くね。いやでも流れは来てるよね。のずちか来たしさ、のずちかなかなか出ないからね、持ってる人は多分おそらくあまりいません。いきます、4500来てくれ。俺です、超アップなんだろ。 T ラインルートもさ開きたい。よしです、よし来た、まさか。しかし金は一つ、青が多い、やべえ、来てほしい。おいしょっす、もうほんとね今日もねプニっててワイポイント稼ぎやってたんだけど、ほんとたまんないしね、時々あの唐辛子落ちるんだけど、結構落ちるんですよ意外と。ただし取られます。だから取られる方が早いから、落ちるより落ちるのなんてね1時間、いや2時間やって1個落ちるかっていう感じなんで、もう取られるのは10分なんでやってられませんよ。っていうかどう、まあ、横取り行くにしてもさ、モモンガいても的なのはあるよね。 T ラインの確率アップは3日間ある。さあ来てほしい、赤から来てほしい。 T ライン 1.2 だろ、 1.2 か、 1.2、 よいしょっす、来てほしい。歪覚醒獅子王も捨てがたいよね。取れ、マジか。
なんなのこれ。ここ来るか。このレアなとこをついていく。さあ4500いきます。頼む。T ライン来てほしい。さあ今年すべての運を使っておろします。押したか。赤ビスからの金が増えてきた。これは来たんじゃないの。赤から来てもいいよ。さあついでにドルルーも引きたいところ。 0.5% もう 0.5% は引ける。さあ来てほしい。赤から来るか。この中に T ラインは入っているのか。玉田マタロウ、おろします。さあなんとかねゾディアライアー倒したいんですよ。そして仲間にしたい。結構やっぱりランク Z なのでドロー率低いんですよ。なのでやはり T ラインがあるとないのではだいぶ違う。取れ、マジか。 T ラインカーボ、おっとカーボ、マジか。クロスケなかなか厳しい。まあ途中のね追加もあるんでワイカクセッション、まあとりあえずでも横取り特攻を引けたんでワンチャンあるか。さあ皆さんは何回ぐらい回して出ましたか。またねコメント欄で教えてください。激アツだ、やべえ。まだね期間たっぷりあるんで狙っていきますよ。